三谷と安住異色タッグの生放送、最新ニュース、スポーツ、芸能、あらゆる情報をお届け。情報セブンデイズニュースキャスター、土曜夜10時。どうも、ゴールデンカムイでですね、尾形百之助役をやらせていただいております津田健次郎です。どうぞよろしくお願いします。実はですね、今日ね、僕ね、ちょっと友達、連れてきてて、時間あるって言ってたんで連れてきちゃったんですけど、俺は不死身の杉本だ。はいゴールデンカムイ杉本佐一役を演じております小林千佳と申します。よろしくお願いいたします。もうね、カムイで付き合いも長いですしね。そうですね、はい、すごくよくしていただいて、はいはい、本当に仲いいんです今日時間あるって言ってたらありますって言って、はい、本当にさっき連絡しました。そうですね、どうですかね。いやー、8年だっけ。8年です。1年間本当大変だったろうなと思うんですよ。もうとにかく野田先生が一生懸命、こう一番すごいなと思うのが、そのテンションを下げずに、その面白さのクオリティを下げずに最後まで駆け抜けられたっていうのが本当にすごいなと思って、もうとにかく野田先生と、あとその野田先生を支えるスタッフの皆さんがすごいなと思いますね。第1話からずっと面白いですもんね。ずっと面白い、ずっと。本当お疲れ様だよね。ですね、本当に。どうでしたか。いや、ちょうど、先日オープンしたばかりの東京ドームシティで、はい、ゴールデンカムイ店っていうのが、オープンしたんですけど、それちょっと先日行ってきまして、やっぱり1話から順番にそう原画とかが貼られているんですよ、最終話まで。それをこう順番に追っていくと、あ、こういうことあったなとか、こういう変な囚人いたなとかいろんなことがこう思い出されてきて、そうですね、なんかちょっと途中で、あ、なんか本当にいい作品に関わらせていただいて幸せだったなって思っちゃいましたね。僕は読みました。当日の日が変わった瞬間にもう本誌を買って読みました。どこに買いに行かれた？あ、コンビニですかねしてすぐ読みまして、まあちょっとやっぱ泣きましたね。あと一コマ一コマすごく、なんだろう、ちょっともうネタバレがあるので何にも言えないんですけど、あ、このワンカットだけでこれだけ情報があるんだっていうようなカットとかもあって、いや、ちょっと後で話しましょう、それは。いやいやいや僕はコミックス派なので。あ、そうですよね、まだ言えないんですよ。そうなんです、コミックス派なんですよ。コミックス派なんです、まとめて読みたいので。そうなんですよ、だから言えないんですよ。僕は絶対言わないでね話ができない、まだできない。もうちょっと待って、はい、もうちょっと待って、ぜひぜひ、ちょっとコミックスが出たらちょっと話しましょう、ぜひぜひ。ちょっとネタバレしちゃったらごめんなさい、本当に。とんでもない。いやいや、ネタバレ本当しないでしたいんですよ、本当に。そうなんだね、めっちゃ言いたいっす、もう。そうか。気になります、すごく。そりゃもう、そりゃもうですね、気になりますよね。 どんな終わり方したんだろうとか。そうなんですよ、めちゃくちゃ気になってます。毎週ツイッターとかを見てると、その日にちが変わった瞬間にトレンドのところにキャラクターの名前とかが入ってるわけですよ。入ってくるね。やっぱこう本書読んでると納得って思うんですけど。なるほど、違うね、もう本当ね、ツイッターとかね見てるとね、コミックス派はね、やばい、漏れてきてもう分かっちゃうんです、なんとなく。なんとなくね。ああ、尾形ね、そうですか、はいはい、もうチキショウ、コミックス読みたかったわみたいな。いてー、めちゃめちゃ痛いです。そうですかみたいなのがすごくある。気になりますよね、はい。すごかったですね。すごかったですね、反響が、はい。
いやそんなありがたいですね、本当に。なんかそういうイメージを持ってくださってるのが、うん、すごくありがたい、ね、素敵なことですよね、うん、それこそこの間カムイ店に白石役の伊藤健太郎さんと一緒に行ったんですけど、うんうんうん、本当その帰りとかに伊藤健さんが俺たちで実写撮っちゃうって言ってたんで、ちょっとなんか健太郎さんは撮る気で今撮るんだ実写化だって実写化だって言ってるのに自分で撮るんだ、撮る気でいらっしゃいます。そうですか、はい、うん、すごいですね、すごいです ね、 ちょっと熱意を感じますね。なんかしらねちょっとでもね、うん、関わることができたらとは、それはそれで嬉しいですね。なんだろう、僕は勝手な夢としてはもう津田さんが監督をしてくださったらもう監督かけん尾形みたいになったらもうみんなもう、もうみんなすごい喜ぶと思います。僕は喜びますどうなっていくんでしょうね、本当、本当、何にも知らないので、うんうん、何もね、それはすごく楽しみにしております。ただ本当筋肉は必要なの で、 そうですよ、ね、出演者ほぼ全員筋肉なの で、 そうですね、間違いないです、キワキだから、うん、あれはね、そうですね、多分あそこ大事だよね。あとよく脱いでるので、脱いでますね、どこまで脱げるのかってところも、ね、そうだね、あと原作のどこを映画なので、うん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 、どこを中心に据えるのかっていうのはね、ストーリーどこまでやるんだろうとかね。いやいややっぱ鍛えなきゃそれはいけないですね。めちゃくちゃつけますよ。めちゃくちゃつけますね。もうすべての食事プロテインです。しますします。ささみとかしか食わない。そう、ささみプロテイン、はい、豆腐。豆腐。大豆とかしか。筋トレしか、今の情報だと筋トレしかすることがないので。確かに。そうですよね。だから全力で今の僕らの姿を覚えていてもらってどう変わるか。確かに。確かに。5倍ぐらいにならないと多分。あれはすごい筋肉だからね。そうですね、尾形もまああの中では華奢な方だけど、でも結構ね形すごいですかね、ちゃんと尾形もすごいんですよ。本当楽しみだし、もう本当どこ切っても面白いので、ちょっと魅力を語っちゃうと、シリアスとそのコメディの本当混在しまくってて、めちゃくちゃシリアスで泣ける展開の直後にコメディが来たりするんで、しかも極端にバカバカしいものが来たりするので、そこがやっぱね素晴らしいですね。だから筋トレしか多分今のところやることが、まあやっとくか、筋トレはとりあえず筋肉はねすぐにはつかないから、つかないからやっぱゆっくり、うん、無駄にはならないですかね、ついたら。でもね、これはネタバレになっちゃうので一切言えないんですけど、僕は本誌の309話10話あたりが最高ですね。あ、そうなんですか。もう本誌見てる方だけは309話10話といえばもうすごくよく分かるんですけど、なるほどと、はいはい、なるほどと分かっていただけると思うんですけど、そうです、まあこうなるよねっていう、もう全然分かんないけどすいません、すいません、ちょっともうぜひ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 コミックスが出たらめちゃくちゃ楽しみにしてます。うん、めちゃくちゃ喋っちゃうんですよね、芝居の話とか本当すごいしちゃうんです。そうですね、ずっとしてますね。ずっと映画の話とか芝居の話とか舞台の話とか、うんうん、ずっとしてます。津田さんはね、本当に僕がもう見たこともないような映画をむちゃくちゃ知ってらっしゃって、うん、だからそれをもう聞くだけでも永遠に僕は楽しいし、うん、なんかこうそうしている間ね、もう半日ぐらい過ぎてることありますもんね。二人ともダニエル・デイ・ルイスさんがすごい好きで、あ、どういうアプローチでんだろうねみたいな、なんかね、そんなそんな話とか、アンソニー・ホプキンスさんの芝居どうだったとか、ね、ちょっとメソッド否定派なんだねとか、なんかそういう話とかね、メソッド否定派なんだなとか、イギリス役者ってねどういう感じのなんかこう、うん、トレーニングしてんだろうとかアプローチしてんだろうとか、そういう話。
全然ないですよ。そうですね、確かに言われてみれば、言われてみればそうですね。現場で指導なんかしないんですよ。いやでしてくださいよ、ちょっとね、なんでやお願いします。なんでやしないよ。しないしない、しますよ。いやいやいや、面白いので、もう本当に杉本のなんか、いやもう何よりもね、あの近広がいろんなアプローチをずっとしてるので、見てるだけでも楽しいですよ。うわ嬉しい、まあ、こういう風に言うんだって。普通の役者だったらそっちに行かない感じのものを、うん、あでも NG 食らったから攻めすぎたね。そうそう、攻めすぎたね。もうちょっと寄せて、キャラ寄せしてもよかったのかとか。それはすごくやっぱ面白いですよね。嬉しい、うん。出た、もう完全にそれゴールデンカムイファンにしか出てこない、出てこない質問じゃないですか。質問じゃないですか、それ。ランキング形式とかですか。ズバリ一人。ズバリか。ですか。怖い人ばっかりなんですよね。そうですよね。付き合いしたら怖い人ばっかりだもん。そうですよね。うん、信頼できますだって。いや危ないね、危ないね。あと死ぬ確率の高い人ばっかりだから。そうそう、安心して身を委ねられない、ね。委ねられないよね。そう考えていくとですよ、うんうんうん。もう何人かしかいない気がして。確かに恋とか月島あたりだと僕は思うんですよ、ね。なるほど。安全、あまり無茶を、あでも無茶してんな、無茶してんですよ結構。そうなんだよね、言うても明るいだけでね。そう、明るいとか常識を持ってるだけ で割とやってる方は無茶してんね。結構そうなんです。だから谷垣とか、あ、うん、結構いい男かな。いい男、まあ、その生活とか、うん、将来をとりあえず置いといたとして、うん、一番好きなのは鶴見。まあかっこいいな、鶴見さん好きなんですよね。めちゃくちゃかっこいい、ね、かっこいい。悪の花のような、ああいう人好きなんですよね。わかるわ、大好きです。俺誰だろう、毎回悩んじゃう。杉本も入れていいんだよ、うん、鶴見と尾形あたりは本当何考えてるか分からないから。そうなんか既読無視とかされそうですよね。なんか全然 LINE 返ってこねえなみたいな。そもそもスマホ持たない、持たないみたいな。と連絡取れねえみたいな。取れないんだ、ありそう。そうですよね。でもやっぱ杉本かな。いい男だからね。いい男だから。杉本いい男だね。いい男。いい男。分かりやすいし。うん、杉本は分かりやすい。分かりやすいですよね。誰もが好きになり、うん、そうな気がする。僕まっすぐだからいい。うん、あれ尾形にしといた方が良かったですか。確かに確かに、そうですね。尾形怖すぎるんだよ ね、 ちょっとね、怖すぎるんですよ。携帯持ってくれたら ね、 ね、いいんですけど、そこからですよね、うん。実はその後にね、あのアニメーションとかも控えてたりするので、うん、そうですね、とはいえやっぱね、原作をずっと追っかけて来てくださってる方はロスしてるんだろうなとは思いますでしょうね。本当にあんだけ内容の濃い話ですから、特に好きになっちゃう方ってもう下手するとどこまでこんな調べてるんだろうっていうぐらい、なんか年表とかをお作りになってらっしゃるファンの方とか、あとどのキャラがどの時代にどういう風に生きてたから、うん、きっとこの時はなんかこういう事件が実際あるのとリンクしてるんだとか、うん、この建物はきっとあそこにあったあの建物だとか、うん、そういうのをみんながファン総出で調べているので、僕もそれを教えてもらいながら勉強させていただいてるというか、うん、すごいな、みんなのその好きなエネルギーというか、うん、素敵だなって思いますね。まだやってないところもいっぱいあるんですけど、もう本当に自分の人生を変えてくれた一本というのはもう間違いないです僕は、うん。だからなんかイベントの時にもちらっとね、なんかギャグテイストかなんかでこう言ったんですけど、自分にとっての金塊はこの作品だと思います。そうですね、改めてそういうアニメーションだったりとか漫画っていうものの凄さを再認識しましたし、本当面白いなと思って、で可能性もすごくやっぱりまだまだいろんな可能性を持ってるんだな
って思いました。でお芝居やらせていただいてて、自分のなんか演技的なところもすごくなんか深掘りできたものだったりしたので、よし、いや芝居ってやっぱ面白いなって改めて思いましたし、漫画アニメ、まあ、何よりも表現ってやっぱすごいなって改めて思ったので、ある種のターニングポイントにはなったなって思いますね、すごく大きな作品だと思います。